はい、始まりました。ザ・ノイジーズ。よろしくお願いします。どうも。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、今回は俺たちも波に乗れってことですね。ネットフリックスで配信が始まったばかりの、ウルトラマンライジング。こちらの見た感想を語っていきたいと思います。うん、梅くん、よろしくお願いします。これもね、何の、あれなんですよ。そのやるっていう情報以来、何にも調べてなくて。うん。もうずっと俺連続ものだと思ってたんですよね。なあ、俺もなんか見たら2時間4分だっけ。ね、映画でしたね。そもそも映画だったんだね。うん。うん、いやー、まあこれね、監督も久保のね、原案とキャラクターデザインに詰めた人がやってるから。まあ、実績はもう超ある感じですね。ね。うん、いや、しかし、いや、向こうっぽい感じの家族感とか、いやー、こんな感じでうまく処理できんだね。大したもんだっていう。大したもんだよね、本当に。まあ、これ一個一個さ、まあ今回家族っていうか親と子供みたいなところのところがあるけど、うん、まあ別にこれも別に日本のウルトラマンでもやってきたことじゃん、なんかこれって。そうですね。うん。あとまあさ、ウルトラマン自体のキャラクターもさ、結構ベラベラ喋るやつだったじゃないですか、普通に変身しても。うん。うん、それほら最近ウルトラマンゼロでやってるから、別になんか全然そういう、ゲーとかの全然ならないから、ね、普通にうまくやったっていうのはすごい、なんか第一印象、うん、最初見た時にちょっと好きな人と嫌いな人が分かれたあのウルトラマンのフォルムもね、うん、まあまあ全然最初だけ違和感あんのなんかむしろあの目が光ってるのがちょっとかっこいいっていう、あ、このブーンってずっとね、なんかいやー、もうウルトラの父が一番俺の年齢的には一番燃えたけど、なんかね、ヒゲがねデザインに組み込まれたそっか、年を取ると顔も変わってくんだ、ウルトラマンと思って、うん、なんか、なんか、まっとうなウルトラマンのシリーズをやるってよりかは、あくまでなんかそのベースに新しくちょっとこっちでも考えてみましたみたいな感じの物語ですかね、うんうんうん、設定とかもね。そうだね、うん、なんか何気に今回悪役っぽくなっちゃったけどね、あの怪獣ディフェンスフォースもなかなか登場して微笑ましかったよ、ね、なんかね。そうですね、だから、ね、そのね、その揃ってる要素は全部あるっていうね、そこで全部ね、うん、しかもなんかもう向こうの人たちが、向こうの文化知ってる人が日本人のものじゃん、一応もともとは。これからは分かんないけどさ、うん、そこに関してこの、なんだろう、向こうの方でも通用する野球ネタ今、大谷もいけるし、みたいな感じの、このなんか、あの、隙がない、あの、向こうの人も理解しやすくしてるし、余裕ジャイアンツの選手です。そう、これ日本の皆さん、分かってますよ、僕は、みたいな感じの。だからそもそもね、あれなんですよ、僕、舞台の日本、だと思ってなかったので。全然俺思ってなかった。向こうかと思ったんだ。ね。うん。で、たまたまちょっと日本に来るみたいな。そうそう。セブンイレブンとか、モスバーガーとかの看板が。すごいよ。うん、本当に後ろもね、アダムってアコムっぽいやつとか、うん、なんかさ。そうそうそう。だから、本当の広告と、作った広告が偽物とね。だけど、ぼーっとなんかこうやって目をぼやかしてみると、なんとなく大体わかるみたいな感じ、ね。そうそうそう。いや、すごかったね。いやー、なんかもう、まあ、これがね、まだ何本か作られるかどうかちょっと多分、なんかわかんないんだけど、まあ、もう、これから日本のキャラクターでね、世界打って出るってなると、やっぱこの路線を何回もチャレンジしてヒットを生み出すしかないんだ、多分ね。うん。でも、めちゃめちゃつきやすいんじゃないかな。ただね、なんかその本当に、もういわゆるもう昔から特撮のウルトラマンを見てきた人は、意外と拒絶反応を出すんじゃないかなって気もしますよ。あ、そこはね。うん、まあ、そこは、あ、まあそうなのかな。日本のウルトラマンでもさ、なんかシリーズの中でもなんか、ええー、っていう人もいながら今続いてるじゃん。なんかさ、どこから入ったかによるっていう感じでね。そうそうそう、そう、うん。だけどまあ、ウルトラマンブレイザーから入ったら多分全然いけるんじゃないかな。最近のね。いや、ほんと思うわ。うん。別に僕ですね、その、いわゆる昭和ウルトラマン世代ですけど。うん。別に普通に見れましたからね。そんなになんかまあ、だってこれはこういうものじゃんっていうのがまず前提であるから。そうはね。普通に見れたし、だからやっぱお話作るのもうまいなっていう。いやー、手慣れてる。うん、手慣れてるよね。親子の話っていうね。わかりやすい。しかも全年齢対象。ね。うん。で、映像も、後半特に、あの、海で戦うじゃないですか。しかも夜の海で、うん、なんかライティングの反射とか、
なんかすごく良くて、やっぱ、すげえ、すげえなっていう。普通にかっこいいっていう映画っていう。でも目が絶えず光ってるのはやっぱ確かに最高だよね、これね。そうなんですよ。なんか、仮面ライダーとかでも、まあウルトラマンの方なんですけど、まあウルトラマンは基本光るか。なんか、体中のなんかあのパーツが光るのってすごい大事な時だけ光るじゃないですか。そうだね、うん、特撮もんって、うん、だけど今回ずっと光ってるからなんか ずっとスペシャル感があるっていうやっぱあれだね、ゴジラも最近ビッグビが光ってるし、うん、とにかくどっか蛍光色っていうか俺の年では目に悪いあの波長あれで光るべきなんだね今ね、うんいや、なんか、だから、そう、映像的にもすごい普通にかっこいいし、で、アニメだから、ならではの動きとかちゃんとするし、いっぱい。うん、カメラワークとかもガンガン動くしね。なんかさ、うん、まあ、ちょっと一概に比べるのはあれだけど、やっぱなんか、ウルトラマンパワードとか、あの時代を知ってる人間からすると、そうか、もう向こうの人もこれだけもう自分の中でうまく消化して、向こうっぽいものと日本のものをちゃんと両立させることが今できるようになったんだよ、やっぱね。だからパワード。うんの時って、あれ、ほら、アメリカのウルトラマンなんですか、うん、あの時って、あれなんですよね、その、暴力を振るってはいけないっていう確かルールがあったから、うんうんうん、あの殴ったり蹴ったり しないんだよね。ああ、そうね。猛烈に地味な、あの、という格闘戦を押すだけ、えいっていう、なんかその、最後にスペシウムコースだけ打つみたいな。なんか歯切れが悪いね。そっから比べれば今回はすごいですよ。はい、やった。だけど、まあ別に怪獣が一方的な悪者にはしないっていう。うん、むしろ一番悪かったのは人間でしたっていうね。人間も復讐の鬼になったね。長官がね。うん、日本語聞き換えのが立木さんでしたよね、声。いや、すごいよね。だから、やることやってんだけど、まあ、別にどっち昭和のウルトラマンのそういうのが好きな人もプロレスやるのも別にまあ見たらこれだけ映画動くから別に満足できるし満足まあ、だからそのキャラクター造形とかその辺ですよね多分ね引っかかってくるのって赤ちゃん怪獣がね、うん、最初はイラッとしたんだけどね、うん、やっぱうまいね本当に最後の方普通に可愛いに変わっているわー可愛いなってなんか多分俺が20代で見たらチッって多分言ったと思うんだよこれもう間違いなくね年を取るって、ね、割と意外にいいことかもしれませんねそう丸くなって素直に、うん、ああいいねってなんか20代だったらそういうさ、ま、可愛いなと思う自分に負けたくないみたいな感じになるそうそうそうそんなのは認めないっつってそうそうああもううんち漏らしちゃって世話しなきゃみたいなちょっともう最後の方とかなんか羽生えてパタパタ飛びようになってなんか可愛いなっていうすごいちゃんとあの主人公をね親としてこう認識してて、うん、で本当の親も出てきちゃって、うん、で右往左往してるところとかまた可愛かったりするっていう、ね、いやちょっとねやっぱり今の人は本当にあの昔のクリエイターと違ってちゃんとしてるよね本当にやっぱりさパワードとかあの時って向こうの人たちがウルトラマンのことをなんかよく分かってないとこもあったじゃんなんか、まあ、そうそう日本人のスタッフもやったんだけどさ、うんうん、やっぱって、ね、一番頑張ったのは樋口さんですが向こうって超頑張ってたっていうねだ今回は何だろうまあ何かあれはあのウルトラマンのこのボディは一体何なのか議論もあったじゃん何かさ向こうの方に持ってった時はいはいはい、はいまあ、皮膚なのか着てるなのか見てる着てる着るものなのか素っ裸なのかっていうねそう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 、うん、だそこら辺もまあもういいですっていう感じでもう何か非常にあのこの銀色の皮膚みたいな感じのところで、うん、あもうなんかもうこれで時代が経って今やもうここまで理解度が高い海外というか向こうのクリエイターがいっぱいいるみたいな、うん、あとあれですよやっぱウルトラマンシリーズってやっぱりそのマーチャンダイズですげえ頑張るやっぱシリーズじゃないですか、うんうん、そこら辺は結構妥協したんですね多分ねつぶらや的にはいわゆるその変身アイテムなかったじゃないですか今回そうはねで一応ほら今なんだフィギュアは出るのか、うん、それぐらいでさ結構だからあのなんかまあおもちゃで稼ぐとかはあんまりじゃ考えなかったんだなっていうのがね結構あったね、まあ、これはちょっとだから最初はやっぱりまあこの後やっぱり向こうの方でこのままのキャラクターでいくかどうかはないので、うん、ウルトラマンこれから向こうでやっていこうっていうことになってると思うんだよね、うん、だそうなるとやっぱこれ全体的に言うとなんかウルトラマンっていうもののセッティングしてすることがまず
第一目標でやったのかな、そうすると。そうです、ね。まずウルトラマンはこういうもんで、で、その後、まあ、グッズ売れるんだら作っていくようなものが、どうしていくかみたいな、こんなのかな。本当そうですね、一本目っていう感じ。だから本当、日本のウルトラマンで育った人とは結構、その、んっていうところが結構いっぱいあるんだよね、設定とか。うん、だかその、まず親子設定、あ、継いでくんだ、ウルトラマンみたいな、そのね、能力をっていう。うん。うん、だそこもね、やっぱちょっと、ウルトラの父はいいよ、やっぱりなんか。本当にウルトラの父っていう。なんか、昭和のウルトラの父はよくわかんない人だからね、あの人ね。ね、後にケンって名前があったってことで衝撃でしたけど、ね、なんかね俺はちょっとなんかイメージ的になんかちょっと得体の知れない人だなっていうのがねちょっとあるんだよ、なんかね、そう、うん、ウルトラ兄弟自体がいまいちよくわからないっていうね、今回はちゃんともうそっから代々受け継がれていくっていうものだから、うんね、父ちゃんのこと何も分かってなかったよ俺っていう、そう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 、ね、またこの怪獣の赤ちゃんを育てることでって、うん、もうテンプレかよちょっといいなみたいな、そうそうちっちゃーって本当に俺たちがライドオンで思ったこと全てやってくれたから、ね、いや素直に着地点に俺たちを導いてくれみたいな感じ、そうなんだよな、途中でわーっつってこう練り首つかまれなかったから普通にどんどん行ってくれるから、ね、スッと行ってちゃんと最後敵も悪いやつもバシッと倒して、そう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 、うん、しかもちょっとあの要素としてはなんかウルトラマンにパトリック・リムがこう入り込んできたようなね、いやーいたねウルトラマン対イエーガーみたいな感じだったんで最後、ね、ただ暴力にはいかないっていうこと、徹底的な暴力には一切いかないっていうのがねちゃんとウルトラマンの持つ慈愛っていうのを前面に出して ね、うん、このね、いやーまあそこがぬるいって思う人は、うん、まあ、これしょうがないね、これね、これはこれで路線でいいんじゃないの、うん、結構だから一応次回へ続く布石として M78 星雲光の国が出てきた名称みたいなのが出てきたんだけど、あれなんかどうやらちょっと我々の知ってる M78 星雲ではなさそうだぞっていうヤバめの組織かもしれないっていうのがちょっと匂わせたところで終わるっていうね、まあ、うん、当然これからね兄弟っていうか別のウルトラマンも絡んでここざるを得ないからね、うん、このまま次続くってなるとね、まあ、そうなってくると旦那とマーちゃんもうまくいくよね、そうだね、いろんなウルトラマンがいらっしゃるとさ、なんかさ、うん、今回の一応フィギュア出るけど目光るバージョン出してくんねえかなと思ってそっち欲しいやっていう、ちょっとね目は確かにねあとウルトラマンが映ってないんだけどどこを見てるかがその光が当たるところで分かるっていうのは、あ、そうですね、これはすごいなと思ったよね、ちょっとこの光がね前にこう出てるのがねこうぼやっとこう、そう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 、うん、で地上を見るときに映ってないんだけどどこ見てるか分かるっていうのは、うん、あ、これはすごいなと思ったよね、あれ、うん、いやまあちょっとっ、うん、まあ、誰でも楽しめるウルトラマンっていうのを、うん、なんかちょっと向こうの底知れぬこの全方位の演出ちょっとすげえなって感じだよね、癖がない本当に、うん、多分だって相当ルールあるだろうし、ウルトラマンルールみたいなのもその中で、だってなんかインタビュー、監督のインタビューがなんか YouTube なんかに上がってて見たんですけど、うんうん、なんかだいぶやっぱ本当に思い入れがあったみたいで、うん、なんか途中で寒気余って泣いたりしてるんですよそりゃもうなみなみなるの思いで多分今回作ってるんで絶対に成功するぞっていうね、ちょっとね、まあね、まあ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 、ウルトラマンもね、別のウルトラマンがあってじゃん、なんかその神山監督とかさ、荒牧さんとかやった漫画原作とかね、まあ、ああいうのもあるから、確かにちょっと今からやるんだったら、ここまでやった方がいいかもしれないよね。うん。うん、そうね。あ、そう、あっちのウルトラマンもあったね。一応あれはもう終わったのか。うん、ね。まあ、だけどあれはね、やっぱりちょっとそういう激しいものが好きだったりとか、ちょっとなんか変化球を、なんか普通に何だろう、ちょっとハード路線というか、そっちで見る感じだから。完全にだからもう、ドラゴンボールですからね、やってるのはもう、うん、もうバンバン戦いますからね。だからそれを見ながら、監督が、うん、違うってなんか言ってる。ノーって言って。泣きながら、ノーってシナリオじゃあ、ジャパン違うって言って、だから僕のウルトラマンはこうだまあだけど、うん、いい加減に言ってるけど可能性ゼロじゃないよね、それ。そうね。ぜひインタビュー動画を見てほしい。
まあまあ、まあ見てよかった。2時間も別に飽きないしね。そうですね。うん、見やすいし。まあちょっと次ね、この座組でもう一回やってくれてやるんだったら、次はもうセットアップからもうちょっとアクションが多分増えてくる可能性が高いから、うん、まあちょっとそしたらね、ちょっとなんか、でかいスクリーンで見てもいいかなって感じするよね、これね。いや、そう、普通にこれ映画館でやるやんって思ってもらいましたよ。やってもいいと思う、これね、今回もね。いや、本当そう思う。そう、映画はやっぱりちょっと、一時期さ、結局、これの、このクオリティで、なんか映画やってくれるのかと思ったら、うん、ダメだった、渋谷で戦うウルトラマンのやつがあったじゃん、なんか。ああ、あるね。一時期。何だったんでしょうね、あれね。ちょっと、なんか、あれの夢もう一度みたいな感じはちょっと俺もあったよね。あうん、まあ、あそこまであんま破壊的な感じではないんだけど、うんうん、ちょっと地面から舐めのねちゃーっとしてる感じ、この巨大化な感じ、はいはいはい、ちょっとそこら辺は、なんかこういうのを見たかったなみたいな感じをね、うん、はい、まあ、そんな感じでね、今回はネットフリックスで配信ほやほやのウルトラマンライジング、はい、ちょっと語ってみました。もう私たちの感想通り、非常に癖がなく見やすいっていうところでございますからね、はい、はいはい、そんな感じでね、ネットの配信ドラマの映画もね、しつこく追っていくつもりでございますので、ね、ぜひぜひ何卒よろしくお願いします。何を笑ってるんだって話ですけどね。なるほど。はい、ということで梅君どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。